お疲れ様です。速稼塾の久保です。今日はいつもと違った部屋からメッセージをお送りしたいと思います。今日のテーマはですね、新しいチャンネルができましたということでございます。まあ私のチャンネルじゃないんですよ。私の友人のノクさんという方がね、隠居生活をして長いわけなんですけども、まあ元々はね、この方、派遣労働、まあ自称、底辺派遣からのなんとかかんとかっていうね、形だったんですけども、私とね、結構状況が似てるんですよ。いや、私がね、広く世の中見て、一番近いんじゃないかなと思うのが、このノクさんなんですよね。ノクさんはですね、その派遣労働から、一発逆転で、今、隠居暮らしというね、まあ、悠々自適と言ったらね、ちょっと言い過ぎかもしれませんけども、まあ、一定の自由を手に入れて、それなりに、ちょっとご苦労もあると思いますけども、でも楽しく日々を過ごしてらっしゃるんだろうなと思います。で、今回はね、そのノクさんからのメッセージを私のチャンネルから紹介するのと同時に、ノクさんの新しいチャンネルを紹介したいと思っております。その新しいチャンネルは、ココナッツオイルでね、健康になっちゃおう。美しくなっちゃおう。若返っちゃおうということでね。まあ、ノクさんはね、健康とか美に対する、まあ様々なメッセージをお送りしてくださってるんですけども、今までで一番驚いたのが、神サプライズです。髪サプライズという機械で、ノクさん自身が使うと、髪がふさふさと生えてくる。しかもね、瞬間ですよ。ね。その日、翌日、一週間後、もう見違えるようにです。これ私もね、それを見せていただきながら、もう、たまげてびっくりしちゃってね、これ買おうかなと思ったんですけども、ちょっとね、機械が高いのと、機械がね、結構大きいんで、部屋が一個、やっぱ埋まっちゃうんですよね。まあ、詳細はノクさんに聞いていただきたいと。そのためにも、下の概要欄から、ノクさんの新チャンネル、URL をお付けしておきますけども、このノクさん、今度はですね、ココナッツオイルというね、これだけのオイルで、健康に若返って、もう肌もピカピカ、みたいなね、まあ、そんなメッセージをお送りしてくださってるんですよ。で、詳細はノクさんのチャンネルに譲りますけども、やっぱりね、若くいたいという、その気持ちはみんな同じだと思います。歳を取ればみんな若くいたいと思うんですよ。逆に、若くいたいと思っていないってことは、まだ若い人なんですよ。10代とか20代ね。でもやっぱり40代とか、50代とかになってくると、若返りたいじゃないですか。私もね、鏡を見ながら、老けたなーって思うことがあったり、それから今は全然わかんないんですけども、あとね、1週間ぐらいしたら、白髪が目立ってくるんですよ。毎日カメラで自分の動画撮ってますから、白髪が出るとね、本当にね、嫌で嫌で、ああ、次、床屋さん早く行かないと、染めてもらわないと、と思うんですよ。で、カットして、黒く染めていただくと、だいたい2時間ぐらいかかるんですね。だから、その2時間をどこで作ろうかな、っていうふうに、いつも頭の中で考えてます。先月は、うちの子供のね、春休みにもかかっちゃったんで、ついつい行きそびれて、だいぶ白髪が出ちゃいましたけども、私の動画に、その白髪の変化の模様がね、ありありと出てますんで、こちらの方も合わせてチェックしてみてください。まあ、ノクさんに言わせるとですね、このあたりの、それぞれの老いとか美とか若さについての解決方法を一つ一つアドバイスしてくださるというね、まあそんな YouTube チャンネルになるんではないかなと思いましたんで、これを機会に改めて私も期待してみようかと思います。そして私自身ね、若く健康でいるために、食べるもの、運動、睡眠、そして笑顔でいること、こういったことを日々心がけていこうと思います。いや、いるんですよ。40代とか50代になってね、若い女の子にモテたい。でももう老けちゃったしなーって。悩んでる割には、若返ろうとしていない人。若作りだってね、しないよりした方が絶対いいですからね。年齢相応の若々しさってあるんですよ。長渕剛さん。ね、それから吉川晃司さん。老けてるように見えますか?いずれも50代、60代ですよ。福山雅治さん。老けてますか?若々しいですよね。いや、私はね、歳を取るなら、やっぱり、美しく取っていきたいなと思います。そして、少しでも、老いに抵抗していきたいと思います。それが、人生100年時代を楽しむ方法だと思うんですよね。それじゃあ、今日は以上でございます。動画概要欄から、ノクさんの動画、チェックしてください。それじゃあ、チャンネル登録、よろしくお願いします。ノクさん、あとは、よろしく!